今回はマスターが一目惚れしたサバについて語るスレを紹介します。一目惚れしたサバいる？ストーリーやキャラ性で引きたいと思ったんじゃなくて、見た瞬間に引きたいってなったサバ教えて。自分はスレが水着武蔵ちゃん、性癖に剣豪抜刀お姉さんの正常期ビキニが追加された瞬間だった。全てがでっかい人材お姉さんとか惚れないわけないじゃん。モルガン陛下が好みのタイプで惚れた。モルガン、このビジュアルというかセイントグラフ見て速攻決めた。こんな綺麗な青色の使い方が似合うサバはなかなかいないでしょ。カーマ。カーマ。彼女を自分の手で育てるためだけに FGO という泥沼に足を踏み入れたくらいには大好きな俺の最推し。キアラ。ほい。シャルルマーニュ。ジェンヌ。ネモ。今2部一生だけど初期の初期に PU 見て聖杯まで入れた。ウロブチらしいな、怖いな。ネモちゃん。引けたかどうかはお察しください。ドーマン今まで好きそうだなと思って離れてたけど、この魔性の微笑みにやられた。大体シナリオで好きになるが、メルコは一目惚れした。アナ。マンドリカルド。ゴッホ。あまりにも股間にダイレクトアタックすぎた。先生ドラコーの第三に惚れた場合はどうすればいいですか？一年近く離れてた富豪に復帰したきっかけ。二部の OP で一目惚れしたコルデイ。実際のキャラ性もドツボだったから本当に運命だと思った。アトリエシリーズプレイヤー僕、アルキャス第二輪がぶっ刺さる。今年の夏イベ復帰勢なので引く機会がないけど、スレ見れば大体いるから使えて満足。マジでビジュアルだけでパッと決めれたというならヘシアンロボだな。まあ当時引いたけど当たらなかったんですけどね。後で引けた。モレイとバゲコ。モレイ。AC の男モレイじゃなかったことによるがっかり感はあったけど、それを上回るほど面が好みだった。金髪ゆるふわショートメガネフード性は際ダメだって。ジークフリートさん。適当なメンツで初めて一章で一目見た瞬間好き。ってなってチュートリアルガチャで出るって知ってリセマラに行った。この時点で FGO をずっと追うって決めたし本腰入れた。ジークフリートさんの当時の評価はあまり良くなかったけど、そんなん知るか好きなんだよ。って気持ちで出るまでリセマラして一緒に神秘を寒服してアポクリファも見てずっと連れ回して、今やレベル120絆マソウマのヘイカルデア最強の竜殺しだよ、大好きだよ。高身長ハツラツお姉さんな外見に一目惚れ。中身は明朗快活だったけどお姉さん系ではなかったけどでも好き。レオニダスすぐフレポから出て気はするけど。ダメとも。トラオム配信当時から好きでした。褐色水着 BB。普通の BB は全然興味なかったはずなんだけどね。褐色でギャルになるだけで性能を調べもせずに引きに行ってた。そして中身がないアーラとテップなことも含めて TRPG プレイヤー的に大当たりだった。バーサーカーのランスロット。ダークオーラが MAX のフルプレートアーマーが嫌いな男子はいません。アニメゼロから一目惚れで、運よく重なって宝具語でスカスカシステム時代は俺のバーサーカーは最強なんだって蹂躙してました。和風好きの俺にストライクな沖田さん。まさなお FGO で実装されるとは思わなくて脳汁でまくった。ナポレオン。二部のアーチャーとして CM に出た時から引くと決めていた。ジャンヌとモルガンと LA は完全に見た目で落ちましたね。いいよね。キャストリア。周年の放送で一目見た時や、飛行ってなった。現状見た目だけで引くこと決めた唯一のサーバント。なお二部六章でそれはもうズブズブに沼にはまって抜け出せなくなった模様。今では宝具語レベル120です。FGO を続けてる理由。当時 NPC と言われた時はマジで絶望した。でもずっと実装待ってた。オベロンボーティガーンのビジュを見た時に何があっても引くと決めてた。トラオムで惚れて以来ずっとヨハンナ様が採用し、バレンタインで実装と聞いた時には泣いた。影虎さんかな。見開きで画像見た時に一目惚れした。グビジン。トイハチ先生好きなので。キアラさんとリキューさんコマちゃんも好き。シンプル黒髪美人が好きかも。水着ネロかな。FGO を始めたきっかけがネロの宝具演出を見たことだし。式はサバじゃないんだということで自己崩壊しそうになるさらばだ。正直モルガンはそんな触手が動かなかったし、救世主の方もそこまでそそられなかったけど、はじめリンの魔女スタイル見て取るどころか重ねに行く覚悟決めたわ。ベディビエールに一目惚れして符号始めたら男だったけん。問題なし好きだ。配布だからスレチかもしれないけど、イルスは初めて見た時電流走ったね。スマートな体つきとかミリタリっぽい水着のデザインとかワルキューレみんな共通なのになぜかイルスがズバ抜けて刺さった。
どこだったかでちゃん見かけてインストした。目の覚めるような美人とはこの人のことを言うんだろうなって思ったバキンさんオロさん。ミスクレイン。見た目もチーフツルに突きに仕立てや全てに一目惚れして即ガチャを回し、その後あまりに突き抜けた変顔オタクキャラという個人的に苦手としている属性に絶望し、ドクターとの関係性に涙した、山あり谷ありなんだかんだ大好きサバ今年のサバフェスでのキャラ濃度がとても程よくて大助かり。ハベニャンも大好きなのでニリが仲良しで大ハッピーです。FGO を始めるきっかけになった母。アーラッシュ、男やけど惚れてしまった。すべてがかっこいい。ドーマン、立ち絵出た時から絶対引こうと思ってた。実装まで結構待った気がする。オベロン全然プレイしてなかったのにガチャだけ引きに戻ってきた。6章まで遅かったけどたどり着いてよかった。カーリー。ジョーロングヘアキャラ花の衣装があるキャラがドストライクなんで。山の沖縄、フレンドのサポートにいた沖縄に一目惚れよ。ビジュアルがかっこよすぎる。紫式部。もう雰囲気からデザインまで全部好き。アルトリアランサーオルタ。大好きなんだけど未だに謎だらけ。清少納言。見た目も良いけどストーリー見たらさらに好きになった。トラロックウィチロポチトリテのチテトラン。黒髪にインナーカラーで青入ってるのがぶっ刺さった。そりゃもうテスカトリポかよ。霧の背景とも相まってかっこいいにも程がある。エドモン、FGO を始めるきっかけになったしユキチが何人か言った。大阪部姫。イベントで初めて見て一目惚れしたし初めて課金した。コマ姫様を初めて見た時はめっちゃ好きだけど NPC かなと思っていましたが、イベント投破後は一目惚れした彼女を召喚するために全力でガチャガチャしました。クリームヒルトさん。幸い薄警備少女が好きなのもあって一目惚れして、トラを無実装した瞬間に全石を突っ込んだ。ホーグマの旦那さんも待ってるので早く来てください全敗。カルナさん、ゲーム始めて5年以上経つけど、未だに見るたび惚れ直してる。かっこいいの一言。ひたすらに見た目が好き。かわいい。おさかべ姫、FGO を始める前にTwitterで見て一目惚れした。しばらくして始めたけど未だにガチャからはお越しいただけていない。スター、キヨ姫、オルレアンクリアしたらプレゼントボックスに入ってたのは嬉しかったです。サバじゃなくて申し訳ないけどデイビッド2部 OP で LB7 担当はクール系イケメンラスボス？やばい絶対好きになる予感しかしないと心躍った。なお、LB7 で武器も焼かれた模様。バゲコ、今まではセガ低いスレンダー系が好みでむしろ筋肉女子は苦手だったのに、見た瞬間高身長筋肉女子に性癖が傾いた。おかげでキャラメイクゲーでもバゲコをモデルにしたキャラを毎回作るようになった。かっこよすぎる。一目惚れと言えるかは怪しいがローマ。もともと星さんレイモトもいるしね。ローマのローマレイモトということで出先でニュースを見たときに、ついに来たか、といった感想を抱いた覚え。エルキブフェイクの表紙で一目惚れした。こんなに綺麗なサーバントがいていいんですか？エルキブ、ガチャのお知らせで一目惚れした。マスターはロリコンになってしまいました君のせいですわー。オベロン、今となっては城も好きだけど当時言うほどそこまで刺さらんかったけど誠名妖怪見た時の衝撃が忘れられない。